何事ですのの朝っぱらから想像し、たとえ妹といえども私の安らかな睡眠の邪魔をする者は決して許しては。ミー、早く起きてあら、こりゃまたあの良くないことでも起こるのかしら。一大事。怪事件じゃない。とにかく今はなぜこのような穴ができたか探り出す方が先決じゃな。一晩でこんな大きな穴ができるなんて本当に気味が悪いわ。ここにいるみんなは誰も掘った覚えはないとすると、この穴が深いように事件の根も深いかもしれませんぞ。この穴はミーが夜中に掘ったのよ。ミーが、何よ、そんなに驚くことないでしょ。ちょこせと、いくらミーがチビでも時と場合によっては穴だって掘るわよ。どういうことなの、その時と場合っていうのは。まあなんていうかしら、ミーとジャコウネズミさんの哲学的問題の解決方法を見つけ出すため。実はね、昨日のこと。ララ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 何よ、この穴、人がせっかくいい気分なのに。さてと、この穴どうしようか、埋めちゃうか、それとも何かに使えるかしら。ああ、ここは兄様の頭の見せ所だわね。無駄じゃよ、無駄よ、無駄じゃ、考えるだけ無駄じゃよ。穴ぼこなんぞ何の役にも立たんって、無駄じゃね、うん、そんなことわかんないわよ。いやね、古代ギリシャの哲学者アナスとすも言っておるの。穴箱ほど無駄なものはない。無駄かどうかまだ分かんないって言ってるでしょ。何を言って、無駄なんじゃよ。ミーが考えるに至ってはなおのこと、時間の無駄というものじゃから。何を、待ちなさいよ、逃げる気なの。穴箱が無駄じゃないことだってあるはずよ。無駄じゃからね、帰るよ。こうやって掘って試すことになったってわけ。わかった、うん、よくもまあバカバカしいことを大真面目に考えたもんですな。何よ、ミー真剣なのよ。笑うことないでしょ、気取っちゃって。いいですか、ミー、穴ぼこは穴ぼこ以外の何物でもなく、無駄以外の何物でもないんです。無駄じゃないから。そうだよ、無駄じゃないかもしれないよね。ミー、いいですか、この穴ぼこはケーキを焼いてくれますか、え、本を読んでくれますか、食事を作ってくれますか。どう解釈しても穴ぼこは穴ぼこなんです。あら、見て見て、穴の底に何か。ほら、ほら、うわ、よし、穴の中からひょいと出たよ。かわいいかわいい、ぼくちゃんだよ。やあ皆さん、ムーミン谷の皆さん、こんにちは。素晴らしい穴のプレゼントをどうもありがとう。こんな素敵な地上へご招待を受けて僕は大変嬉しいです。皆さんの友情には心から感謝しています。終わり。ダンダラランダンダンと、いいな、これが空気で、あれがお日様で、そしてあれが森ですね。
いいなぁ、一家してる。ねえ、ちょっとあんた、誰よ。さっきからごちゃごちゃ言っちゃってるけどさ。僕のお家はね、このムーミン谷の地面の下にあるんです。ほら。地面の下。しかし、長いことこの谷におるが、見かけん顔じゃな。そうでしょ。僕はね、自分の力で地上へ出てくることができないの。誰かが掘ってくれた穴を通ってしかそのですね。なんと、人の掘った穴を通って。うん。へえ、ずいぶん変わってるね。そして僕の名前はホルトデル。だから皆さんが掘った穴はね、僕にとっては最高のプレゼントになるんです。穴はね、わからんもんですな。それで僕もお礼の印にプレゼントしたいの。プレゼント？プレゼント？我々にプレゼント。しかし君、そんな無理しなくてもいいんだよ。いや、僕とムーミン谷の皆さんの友情のためなんです。じゃあ待っててね。かわいいもんですな、我々の新しい友人は。ねえねえ、贈り物ってどんなものかしら。地面の底から来たんだから、木の塊とかダイヤモンドとか、それから、恥ずかしくないんですか。そんなことがホルトデル君の耳に聞こえたら笑われますですよ、本当に。何よ、誰のおかげで贈り物もらえると思ってんの。スノークだって内心そう思ってるくせに気の。何？ピー。静かに、我々は楽しみに待てばいいんです、プレゼントをね。はい、お待たせしました。さあどうぞ。お、外に。ええ、僕の心を込めたプレゼントなんです。ではその心を込めた贈り物を拝見させていただきますかな。あらもういけ、もういけ、もういけ、あらもう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 、これはまあ、これが君のプレゼントなの。そうだよ、最高のプレゼントをもらったんだもの、最高のお返しなきゃ。さあ、受けてください、僕のプレゼント。そう、わかった、足りなかったんだね。それじゃもう一つ。この、シャーッ、ポンポーデルくん、結構です、ポンポーデルくん、ポンポーデルくん、結構。いや、これならいくつだって掘れるよ。こんなに力があるのに自分では出てこれないなんて。悲しいけど、それが僕の宿命なんです。さあ、これでいいですか、それとももう一つ。いや、とんでもない。 ありがとう、これで十分です。実に素晴らしい穴ぼこですな、ね、ママ。本当、穴の開け方といい、深さといい、いや、まことにどう言っていいかわからなくなってしまうほどの穴ぼこです。いや、これおかしい。考えてみると、ホルトデル君にしてみれば当然のプレゼントというわけ。ムーミンパパ、我々の分までありがたくいただいといてくださいな。皆さんのお家にも桃届けておきました。おまかみよ、おまかま。パパたちがホルトデルのためにパーティーを開いてくれるとは思わなかったな。ほんと夢みたい。ホルトデル君も喜んでるわ。何かいけないことでもしたのかな。違うの、僕
くね、地面の下ではいつも一人ぼっちだったでしょ。だからみんなにこんなに親切にされると僕ホルトデル、ムーミン、しばらく一人にしておいてあげなさい。彼は今ね、どうしていいかわからないんだ。よっぽど嬉しいのね。なんだかその気持ちわかるような気がするな。なんで今頃わかったの。ミーなんかとっくの昔からちゃんと知ってたわ。言っちゃってさあさあ皆さん、ホルトデル君が戻ってくるまでまた陽気にやりましょう。おお、我らが王子様のお帰りだ。どうしたのさ、さお入りよ。お入りってば。何を遠慮してるの？ねえ、どうしたのさ、どこ行ってたの？あんまりみんなの親切が嬉しくて、お礼にたくさんたくさんプレゼントしてきたんです。寝ましたか、子供たちは。え、寝ましたよ。それでは始めますかな。いいですか、ここに人数分の6つの玉があります。ただし中の1つは赤玉です。この赤い玉をこの袋の中から取り上げたものがその役目を仰せつかるというわけです。あの、やっぱり私も？もちろんです。こんな役目は誰もやりたがらんから。パパ！パパ！ずるいよ、ずるいよ。パパたちずるいよ。僕たちだけ先に寝かせて、後でこっそり遊ぶなんてずるいや。いやいや、ムーミン、ムーミン、ムーミン、君はなんてことを。誤解です、誤解なんですよ、これは。誤解なんかじゃないやい、ムーミン。こうなってはやむい、いずれわかることだし、ムーミンには事情を話しましょう。そうですな。ムーミン、よくお聞き。今私たちが集まっていたのはホルトデル君のことなんだ。ホルトデルがどうしたのさ。つまりそのなんだよ、つまり彼には明日にでも。早い話がです。ホルトデル君にこのムーミン谷から帰っていただこうと、こういう次第です。へえ、そんな、そんなやだよ、ひどいよ。せっかく友達にもなれたし、ホルトデルだってあんなに喜んでるじゃないか。だからこそ私たちも辛いん。その辛い言葉を彼に伝える役を誰にするか今決めようとしていたんだ。なぜ、なぜなのさ。それはじゃな、このままではムーミン谷が穴だらけになって非常に危険になるからじゃよ。それかといって、もし勝手に穴を埋めてしまったら、ホルトデル君の心を傷つけてしまうし。今まで黙っていたが、すでに穴に落ちて怪我をした者が8人もおるんじゃ。このまま放っておいたらどうなる、ムーミン。でもそれは…ムーミン、皆さんはね、ホルトデルさんにつまらない思い出ばっかりで返してしまっちゃお気の毒だからって、パーティーを開いてくださったのよ。ムーミン、こういうことはね。ホルトデル、僕は皆さん、僕知
僕のためにみんなに迷惑かけてしまって、明日になったらみんなと別れするよ。そんなに気にしないでも大丈夫だよ。僕これから穴を埋めなきゃならないんだ。だからさ、この手離して。だっていいの、ムーミン。最後までみんなに迷惑なんてかけられないよ。それじゃ君たちの親切忘れないよ。待ってよ、ホルトデル。どうしたんだいムーミン。二人で来るところを見ると大体察しはつくけど。ムーミン、後ろの穴の底に何か見えるか覗いてごらん。何も見えるわけないよ。穴の底は行き止まりだもの。そうだな。それじゃあその穴に入って上を見上げたら何が見える？空だよ。星がいっぱいだ。ムーミン、それが君の探してる答えだよ。え？答えって？そうさ。よーく考えてごらん。物事というものは一つの方向だけで考えてると上から見た穴みたいになるのさ。そうか、わかったぞ。僕は今まで上からばかり見てたんだ。これで大丈夫だ。さあホルトデル行こう。でも僕はまだ。任しとけって。ありがとうスナフキン。何よムーミン、こんな真夜中に呼び出したりして。ちょっと相談があるんだよ。今でなきゃいけないの？時間がないからね。いやだからなんだってばさ。穴を埋めないで穴を穴でなくする相談なんだ。そんなこと無理よムーミン。あんた寝ぼけてんじゃないの？いやね。そうでもないさ。全員が協力すれば朝までにはなんとかなるさ。スナフキン。ねひって。ダラララララ。ご機嫌いかがお兄様。何が機嫌のいいもんですか。昨日穴に落っこちったところが痛くって痛くって。ああいどーだ。いいですか、私のようになりたくなかったら当分穴ぼこだらけの外で遊ぶのはやめなさい。え？あら、穴なんかないわよ。朝っぱらから何を変こちょりんなことを。ムーミン谷は今や穴だらけです。でも本当にないのよ。嘘はいけません。嘘は、嘘つきは泥棒の始まりです。本当に穴なんてないわよ。のんのん、いいから加減になさい。穴に落ちて頭でも打ったんじゃないんですか。ムーミン谷に穴がないなんて全くなんてことを言うんです。もうよく見なさい。のんのん現にこうして、穴がない。穴、縁に穴がない。まるで噴水じゃないですか。パパ、あっちもですよ。なんとしたこと。こっちもだ。穴が池になって。まあ、なんとしたこと。ほらまた、はあ、これは驚き。はたまた何としたこと。いやはや、これはこれは何とも早いや。まあ、穴が一体何なのこれは。ご覧の通り行けよ。まあ行け。ねえホルトデル、考え直してくれただろう。そうよ、私たちと一緒にもっといてほしいわ。心配することは何もないのよ。ちょっと、もういろいろ考えたの。でも僕にはやっぱり地面の底が合ってるんだよ。このままお別れだなんて寂しいな。本当だよ。ありがとう。でもさ、みんなが穴さえ掘ってくれたら僕たちまた会えるでしょう。パパたちだ。それじゃあ僕これでまたね。さようなら。ああ、待ちたまえ、ホルトデル君。ホルトデル君、すまなかったな、ホルトデル君。いや、君が帰るというのでお詫びに来たんじゃよ。いやー、痛い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 。お兄様、大丈夫？何が、ただ大丈夫なもんか。痛い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 。それでこれは何？何事です、失礼な。我々の能力を結集したもんなんですぞ。
つまり穴の蓋というわけじゃ。蓋？大人たちが集まってそんなものしか作れないの。まあまあ抑えて抑えて、そんなものとおっしゃるが、蓋はこの穴に蓋をするために作ったもんです。ホルトデル君が帰ってもいつでも好きな時に出てこられるようにと考えて。ありがとうパパ。ありがとうお兄様。ホルトデル、これならいいね。パパたちが言ってたように、いつでも好きな時に遊びにおいでよね。ありがとう。皆さんありがとう。本当にお世話になって。うん、うん、これあげる。うわぁ、綺麗。うん。穴の下には花がないでしょ、だから。ありがとう、ミ。じゃあ皆さんお元気で。今度来るときまた別のプレゼント持ってくるよ。ねえ。頑張りたまえ。また来いよ。ぜひ。達者でな。さようなら。さようなら。頑張れ。元気でね。花が枯れたらまた来てね。さようなら。さようなら。ではやりますですか。やりますか。よっしゃ、それ、しっかり持ってくださいよ。よっしゃ、よっしゃ。ねえパパ、穴ぼこっていうのは無駄じゃなかったね。そうだね、ミーの言う通りだった。でも本当は無駄かどうか分かんなかったのに。いやいや、無駄ではなかったようですな。ほら、ありがとうスノーク。いや、無駄じゃ。ほら、いや、そのわしが無駄だと言ったことが無駄じゃったと言っておるんじゃ。無駄じゃった、無駄じゃった。ねえもう、こっち向いて。ショウ君、これはまた不思議というか、まか不思議な話なんです。諸君は鏡をじっと見たことがありますかな。君が髪の毛を引っ張ったりすると鏡の中でも毛を引っ張るんです。ところがあれは自分の姿が映ってるのではなく、全く同じ格好をしたあいつが向こう側で真似をしてるんです。そんなバカなって。いやいや、信じるか信じないかはあなたのご自由です。では来週のムーミン、鏡の中のマネマネ、ぜひね。うん、パッパ。諸君、あのホルンの好きなヘムレンさんがとうとう頭を抱え塞ぎ込んでしまったんです。原因は春の嵐なんです。ホルンを吹くたびにみんなからうるさいのなんのと言われ続けたヘムレンさんは、春の嵐が来るまでに何か素敵な一曲を完成させるということで練習をさせてもらっていたんです。ところが素敵な曲はできないまま春の嵐がやってきてしまったんです。では来週のムーミン、ヘムレンさんの約束、ぜひね。うん、パッパ。ねえムーミン、こっち向いて。恥ずかしがらないで、もじもじしないで。おねんねね。あらまあ、どうして。けどでも、わかるけど男の子でしょ。だからね。